天にいらっしゃいます父なる神様、あなたが共にいてくださり、この1週間の歩みをお伝えくださいましたこと、心より感謝いたします。またこの礼拝に私ども一人一人をお招きくださっていること、心より感謝いたします。この礼拝の時、あなたの恵みを思い起こし、共に賛美する時としてください。また御言葉によって私どもを養ってくださいますように。さまざまな理由でおいでになれない方々のことも覚えます。また悲しみの中にある方々のことも覚えます。どうか安息日の主よ、共にいてくださり、主が共におられる平安と癒しと慰めとをお与えくださいますように。そしてまたこの礼拝を通して主を賛美するものとしてくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。それでは5月21日の礼拝を始めたいと思います。今朝与えられました聖書朗読を皆さんと共にお読みしたいと思います。マルコによる福音書6章の12節13節マルコによる福音書6章の12節13節新約聖書の公約聖書60ページ、新共同訳聖書71ページになります。マルコによる福音書6章の12節13節。そこで彼らは出て行って悔い改めを述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。アーメン。開会賛美歌91番1節。91番1節どうぞご起立ください。ひざまつける方はひざまずいてお祈りに加わってください。手にあしあいます。優しいお父様、一週間の旅路をあなたが守り導き、あなたの創造の記念日である安息日にこの御堂に集い、あなたを賛美し礼拝できることを感謝いたします。私たちはこの週敬愛する高木孝子先生のしばしの眠りの情報をお聞きしました。悲しみにある
教会にもいると思います。どうぞ慰めが与えられますように。また先生がこの教会において奉仕された歩みを思い、私たちが先生の信仰を受け継ぎ、かの日にまたお会いする希望を持って私たちの信仰生活を歩んでいくことができますように、支え導いてください。今まだコロナの状況は落ち着かず、このような礼拝をしているところですが、どうぞこの御堂にみんなが集まり、あなたを賛美し礼拝することができるように、あなたが道を備えてくださいますようお願いいたします。隣の病院で病に伏せている方がおられます。また施設でにおありになっている方もおられます。どうぞあなたが癒しのを見て、また心の平安をそれぞれに与えてくださいますようお願いいたします。これから始まる新しい週をあなたと共に歩んでいくことができますように、いつもあなたが共にいてくださいますようお願いいたします。この祈りを尊き施設キリストの御名を通しお祈りいたします。アーメン。それでは礼拝献金を捧げたいと思います。礼拝献金は私たちのこの教会、そして教団、それから世界総会を通して多くの伝道地に用いられます。11その他の諸献金も一緒に捧げてください。会堂にいらっしゃる方は礼拝後玄関にあります献金箱に、捧げてくださいますようお願いいたします。またネットを通して、参加されている方は教会に来られるようになりましたら、どうぞその時にお捧げくださいますようお願いいたします。それではお祈りいたします。天にいらっしゃいませ、足音様、私たちの生活をあなたが守り導いてくださっていることを感謝いたします。少しでありますがあなたから受けたものを今お返しいたします。どうぞこの献金をあなたが受け入れてください。そしてこの献金を通し多くの御業がこの日本また全世界に伝わることができますように、この献金を用いてくださいますようお願いいたします。捧げる一人一人の産業また生活を支えてくださいますよう、これから始まる一週間をあなたと共に生活していくことができますよう、この祈りを尊き施設キリストの御名を通しお祈りいたします。アーメン。天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国、御心の天なるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪を救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何十もなればなり。アーメン。
今朝の説教は、アムラム教会主任牧師の近藤光健先生により、派遣と題して説教がなされます。その前に、この礼拝のために用意されました小倉による賛美を捧げていただきます。今朝もカルバリーの十字架を通して表された神様の恵みを聖書から受け取りたいと思います。さて、先ほど教会発表でもご報告いたしましたけれども、敬愛する高木多子先生が先週の安息日のお昼過ぎ、この地上での生涯を終えてしばしの眠りにつかれました。あまりにも急なご逝去でしたので、私もいまだに気持ちの整理がつかない状態です。1年ほどしかご一緒できなかった私ですらそうですので、長久先生とお交わりなされた皆様にとって受け入れがたいことかと思います。なぜ先生と今お別れしなければならないのか答えはございません。しかし先生との別れの時も、先の先まですべてをご存知であられる神様の摂理のうちにあることを信じたいと思います。先生はご病気の治療を受けておられましたが、入院なさる前の週まで訪問聖書研究をなさっておられました。私とお二人のご高齢の方を前の週訪問した後、少しだるさを感じておられるとおっしゃっておられましたが、無理な時は無理とお答えしますので、近藤先生遠慮なさらずに訪問する時はお声をかけてくださいとおっしゃっておられました。先生は最後まで牧会者そして伝道者でいらっしゃり、その生涯を駆け抜けていかれました。そのような先生のお姿を拝見しながら、テモテ第二の手紙の4章の1節の言葉を思い出しました。お読みしたいと思います。テモテ第二の手紙の4章1節2節の言葉です。神の御前と生きている者と死んだ者とを裁くべきキリストイエスの御前で、キリストの出現とその御国とを思い厳かに命じる御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもそれを励み、あくまでも寛容な心でよく教えて、責め、戒め、進めなさい。裁き主であられるキリストイエスが再びおいでになることを希望として、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさい。それがパウロを通して
若い牧者であり伝道者であったテモテへの主からの勧めです。この後パウロが、私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし信仰を守り通したと述べたように、高木先生を通して与えられた、使命、それぞれですね、私も走り通していく必要があるかなと思いました。高木先生はその与えられた使命を担い走り通されました。私も先生の良き模範を忘れることなく、主の出現を心から待ち望み、時が良くても悪くても、再臨を待ち望むアドベンチストとして歩んでまいりたいと思います。そして御国での先生との再会を楽しみに待ちましょう。さて、パウロを召して宣教へと送られたように、イエス様はイエス様の弟子たちをも伝道に送られました。しかし彼らが送られた時は決して殉教で、穏やかな時ではありませんでした。マルコによる福音書6章を皆様お開きになってください。マルコによる福音書の6章の1節から読んでいきます。イエスはそこを去って郷里に行かれたが、弟子たちも従っていった。そして安息日になったので街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこれらのことをどこで習ってきたのか、またこの人の授かった知恵はどうだろう。このような力ある技がその手で行われているのはどうしてか。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。またその姉妹たちもここに私たちと一緒にいるではないか。こうして彼らはイエスにつまずいた。この6章の前の5章では、多くの群衆がイエス様についていって、その中でイエス様の衣に触って長血を患った女性が癒されました。その後ヤイロの娘を復活させるという大いなる技をイエス様なさいました。それを見た者たちは非常に驚き打たれた、心打たれたとあります。しかしおそらく群衆の驚きと興奮がまだ冷めやらぬ中、イエス様はそこを去って郷里に向かわれました。マルコはイエス様が向かわれた場所がイエス様の座った馴染みのある場所で、そこに住む人々もイエス様のことを知っていることを読者に示すため、ナザレとは書きませんでした。郷里と書きました。弟子たちもそこに従ったとあるので、ただ家族に会うためだけではなかったはずです。そこでも悔い改めと神の国を伝える福音宣教をなさるつもりでおられました。郷里に疲れて安息日になったので、イエス様はいつもの通り街道に行かれ、そこで教え始められたとあります。おそらくそこで聖書を読み、聖書の解き明かしをなさったことでしょう。それを聞いていた会衆が驚いています。この人はこれらのことをどこで習ったのか、習ってきたのか、またこの人の授かった知恵はどうだろう。このような力ある技がその手で行われているのはどうしてか。どこで習ってきたのかとあります。イエス様の教えがどこから来たのか、その起源について、元はどこから来たのか、彼は問いました。さらに知恵はどうだろうとお互い言い合っています。この知恵の本質は是か非か、品定めをしているんですね。そしてさらに、この力ある技が行われているのはどうしてか、
と驚き、その力の訳についても互いに論じ合っていました。しかしそうしながらもですね、イエス様を神の子救い主として信じる信仰に結びついていかないんですね。彼らが信じれなかった、あるいはつまずいたわけがその後のコメントに出てきます。この人は大工ではないかと言います。イエス様は30歳までこの村で大工として生活していました。ですのでナザレの人々はイエス様のことをよく知っていたと思います。当時の大工というのはですね、ただ家を建てるだけではなくてですね、農機具や鳥小屋からですね、家まで建てたり修理したりするような技能者だったそうです。ですので私の首際というマタイの11章の言葉をある人は、イエス様は実際にその首際を作る専門で言いますかね、それが非常に得意だったんじゃないかという人もいるぐらいです。そのような技能者としてですね、庶民のニードに応えて直す便利屋のような職人を言いました。しかしこの職業についていた、かつてついていたイエス様を彼は蔑んだんですね。たかが大工の分際じゃないか、なんでこいつがというようなですね、態度だったんですね。さらにマリアの子息子と言っています。すでにヨセフが死んでいたからマリアの息子と言ったのかもしれませんが、しかし通常ですね、たとえ父親が死んでいたとしても普通は父親の名前で呼ぶんです。誰それの息子という場合ですね、父親の名前が出てくるんです。しかし父親の名前ではなく母親の名前であるマリアが使われ、マリアの息子と呼んでいます。そこにイエス様の出生にまつわることが暗示されています。マタイとルカによる福音書には聖霊によって身ごもったことが描かれていますけれども、周りの人々にはですね、それがわからないわけです。だから父親が誰かわからないマリアの子というように、蔑みの思いがそこに込められていたように思います。しかもその兄弟たちもよく知られていました。マルコの3章には家族もイエス様のことを心配して出てきたことが描かれています。ごくごく身近な家族すらですね、イエス様のことを十分に理解しきれていなかったようなんですね。さらに当時のユダヤ人が期待していた救い主の姿もイエス様を救い主として受け入れる妨げとなりました。当時のユダヤ人たちはですね、かつての旧約聖書のモーセのような、あるいはダビデ王のような勇ましく神の民を率いてローマの支配から解放してくれる、そういう英雄を期待していました。その英雄像とは全くイエス様はですね、かけ離れていたわけです。イエス様の職業、出生にまつわること、そして30年も大工として普通の人と変わらなく生活してきたこと、距離の人々はイエス様の人としての姿を知りすぎ、ある意味こう短すぎたと言ってもよいでしょう。この距離の人々の反応を読んだとき、いかにですね、イエス様が完全に人となって人々の中で生活していたかを想像することができます。確かに父なる神様はですね、御子を人としてまず私たちのために派遣してくださったんですね。イエス様は人となって、完全に人となって飛び込んでくださいました。共にこの村に住む人々の喜びも悲しみも共になさって、30年大工として過ごされたのです。しかし彼らはですね、イエス様の職業、出生といった偏見にとらわれて
イエス様が今語っておられること、そして今なさっておられる技に目を向けて、それが証していることを受け取ろうといたしませんでした。教え、知恵、力ある技に驚き、一体これはどこから来たのかと疑問には思ったんですが、残念ながら偏見に邪魔されて、それ以上その問いを突き詰めようとはしなかったんです。私も時にあるんではないでしょうか。ある過去の出来事から思い込み、偏見を持ってしまって、今ここで起こっていること、今その人の状況を理解せず、どうせあの人はこうだからと偏見から決めつけてしまうのです。これが伝道における障壁の一つです。身近な人への伝道はよく難しいと言われます。される側もする側もですね、時にこれまでのことにとらわれてしまって、なかなかですねできなかったりするんですね。あるいは受け入れられなかったりするものなんです。これまでを知っているがゆえに、その偏見が邪魔をしてしまい、その人の変化を認めることができなかったりするんですね。郷里の人々はイエス様の完全なる人としての性質を見ていましたが、神としての性質を認めることができませんでした。今イエス様が語っておられるメッセージに耳を傾けられず、今イエス様がなさっておられる技を神様の技として認めることができなかったのです。自分たちと共に過ごしたあの大工という視点から離れられませんでした。イエス様はどれほど落胆されたことでしょうか。その後このように続きます。4節からのところです。イエスは言われた。預言者は自分の郷里、親族、家以外ではどこででも敬われないことはない。そしてそこでは力ある技を一つもすることができず、ただ少数の病人に手を置いて癒されただけであった。そして彼らの不信仰を驚き怪しまれた。預言者は自分の郷里、親族、家以外ではどこででも敬われないことはないとおっしゃって嘆かれました。そして少数の病人を癒されたほかは力ある技を一つも行うことができず、その信仰に驚き怪しまれたとあります。イエス様の癒しの技は受け手の信仰を必要としていました。それはイエス様の力が足りないというわけではなく、そもそも癒すこと自体をイエス様は目的としていなかったからです。癒しを通してその人を病とそれに付随してくるさまざまな心の痛み、霊的痛みから解放して、イエス様への信仰へと導き、神様のご支配の中に招き入れることを目的としておられました。だからそれを受け取ろうとする受け手の姿勢が大切だったんです。イエス様を蔑んで救い主として認めず信じようとしなかった人々に対しては、その技をなさることができなかったのです。マルコ3章にエルサレムからやってきた聖書の専門家、律法学者たちから、このイエス様の不思議な技、悪霊を追い出す力は悪霊の頭から来てるんだと言われているところが出てきます。力ある技を行ってもですね、信仰に至るどころか悪魔呼ばわりされることすらあるんですね。なのでその受け手の姿勢というのが非常に大切だったんです。サンヘドリンというですね、ユダヤ人側の記録の中に
イエス様の記録が出てきます。こんなふうに記録されています。イエスは杉越の前日にかけられた。それに先立つ40日間死者がこう呼ばわった。彼は魔術を行いイスラエルを惑わしそそのかして廃墟をさせたのでというふうにですねあるんです。魔術を行ったと記されているんですね。イエス様の大いなる技は彼らの目からは魔術としか見えなかったようなんですね。しかしイエス様はですね諦めなかったんです。そして彼らの不信仰を驚き怪しまれた。それからイエスは付近の村々を巡り歩いて教えられたとあります。決してですね、ああもうこの地域ダメだ別のとこ行きましょうとは言われなかったんです。諦めなかったんです。遠く郷里を離れるのではなくて、あたかもですねその郷里の周りをぐるっと回って包囲するかのように周辺を巡り歩いて伝道し続けたようなんですね。しかも郷里で拒絶されたにもかかわらず、イエス様はさらに積極的に2人1組にして12人を近隣に派遣いたしました。弟子たちにとってはですね、郷里で拒絶された後に送り出されるわけですから、逆風の中で送り出されるような思いだったと思います。この弟子の派遣の物語の後にはですね、ヘロデによってバプテスマのヨハネが処刑されたエピソードが続きます。ですので非常に否定的な状況の物語の間にこのですね派遣の物語がサンドイッチされて置かれているんですね。まさに悪い時、12人は送り出されました。しかし一人で送られず2人一組にして送られていきました。そこには訳があります。当時ユダヤではですね、証言をする場合その証言が確かであることの証として少なくとも2人の証言が必要と言われていたんですね。ですのでイエス様の証人として2人を一組に送ったんですね。証言者として、また2人ならば励まし合い助け合うこともできます。当時のユダヤ教のラビたちはですね、彼の弟子たちを2人一組にして互いに意見を出し合い論じ合わせたそうです。そのように議論させて育てたそうなんですね。また仮に2人のうち1人が倒れてももう1人が助け起こすこともできます。そのようにしてサポートし合って伝道することができます。このようにイエス様はチームにして彼を伝道に送り出しました。伝道はチームプレーです。それぞれが適材適所で神様に用いられ、複数の人で補い合い励まし合うことで一人ではできないことが成し遂げられるのです。多分皆様もクリスチャンになられる時のことを思い起こしていただければ、一人だけに導かれたのではなく、きっかけになった人はいると思いますが、さまざまな方々に励まされ、支えられ、教えられて信仰に至ったのではないかと思います。伝道はそのようにですね、チームプレーなんですね。さて、イエス様は伝道に送り出すにあたり、彼らに悪霊を追い出す権威を与えて、伝道に際してガイダンスもお与えになられました。7節から11節のところをお読みいたします。また12弟子を呼び寄せ2人ずつ使わすことにして、彼らに汚れた霊を制する権威を与え、また旅のために
杖一本のほかは何も持たないように、パンも袋も帯の中に銭も持たず、ただわらじを履くだけで、下着も二枚は着ないように命じられた。そして彼らに言われた。どこへ行っても家に入ったなら、その土地を去るまではそこにとどまっていなさい。またあなた方を迎えず、あなた方の話を聞きもしないところがあったなら、そこから出て行くとき、彼らに対する抗議の印に足の裏の塵を払い落としなさい。これを読んでいますとですね、なんだか神学科の教師が神学科生を伝道実習に送るような感じがいたします。この時状況が厳しかっただけではなくてですね、送られる弟子たちもまた成長段階でまだ未熟だったんですね。完全に聖書イエス様から学びきって、もう信仰を十分に練られて、イエス様が何者かであるかでもですね、十分に分かりきって出たわけではなかったようなんです。この後のですね、マルコによる福音書を見ていても、たびたび弟子たちの理解のなさやですね、不信仰が出てきます。そんな中でですね、厳しい状況の中、まだ未熟な彼らは送られました。これを読みながらですね、私、彼らの気持ちが少し分かるんです。私がアメリカで、神学科で学んでおりましたときに、私も3ヶ月、牧会実習、伝道実習に送られました。やはり同じように2人1組で、知らない町に送り出されました。私が牧会実習した場所は、ジュリエットという大きな町の中にあったアドベンチストの教会でした。伝道地として送られた場所は、そのジュリエットの近郊にあった小さな町、ロメオという町なんですね。それを聞いてある方はピンときたかもしれません。ロミオとジュリエットという物語の通りにですね、大きいジュリエットの町と小さいロメオという町が並んであるんです。シカゴ郊外ですけども、そこにですね、2人1組になってロメオの町に送り出されて、一軒一軒訪問伝道を3ヶ月いたしました。もう毎日が不安でした。ただでさえ英語が不十分な私が、まだまだ未熟な上に、また時に行った先でですね、厳しいことを言われることもあったんですね。私が日本人と聞いただけで怒鳴られたこともありました。ちょうど私が送られた時が、日本のですね、バブルに向かっていく非常に調子いい、経済が調子いい時で、逆にアメリカが非常に経済が悪くてですね、日本とアメリカの貿易摩擦があって、日本が圧倒的に黒字になっているという時でしたので、そういう状況の中で、非常に批判的に日本人を見ていた人もいたようなんですね。そこにぶつかってしまって散々言われて、もうしばらくへこんで出ていくのが嫌になったこともありました。でもその時もですね、2人1組でもう1人の相棒がですね、私がしばらくは前に立つから一緒に行こうと励ましてくれて、出かけていったことを思い出します。そのようなですね、状況の中送られたことを振り返ると、弟子たちの気持ちが少し分かるような気がします。それでもですね、イエス様は未熟な彼らを伝道に送り出したんです。伝道に出すにあたって、彼らにイエス様はいくつかのアドバイスをしています。それも少し見てみたいと思うんですね。まず悪霊を追い出す権威を彼らに与えました。イエス様がもたらそうとしておられたのは、神の国、一人一人が神様のご子孫の中に生きるようになるためでした。そのために弟子を送って招かれたんですね、一人一人を。悪霊は人間を虜にし、神様から引き離し、精神的、肉体的病をもたらし、人の道徳性も狂わせ、社会の秩序の混乱を引き起こす、そういう存在です。目に見えない存在です。このために彼らにも悪霊の虜になっているものを解放し、神様のご支配の中に招く権威をお与えになりました。
さらに伝道にあたって具体的なアドバイスをいくつかなさいました。持ち物リストを見るとですね、もう最小限です。杖一本、わらじ、そして下着も着替えなし、食料も銭もなしです。いや本当に軽装ですね。何もほとんど持たずに杖一本で、わらじ一足で出かけていったんですね。まあ、杖は山道など険しいところを歩くのに役立ちますし、もちろんわらじは役立ちます。歩くのにですね、不可欠です。また杖は羊飼いの持ち物でもありました。このため杖は牧者であるイエス様がそばにおられて彼らを導いておられることの印でした。シンボルでした。あとは何もなしなんですね。物質的な豊かさよりもイエス様にひたすら全的に信頼していくこと、それが伝道においてまず大切なことだったんです。現代の伝道でも同じです。資金やさまざまな資料、道具、もちろんそれはあれば助かります、役立ちます。しかしどんなに資金や伝道用の資料や道具があったとしても、イエス様を救い主として信じ、イエス様に信頼して伝道に携わる人がいなければ、それらは用いられないんですね。あるいはインターネットのホームページや YouTube の配信で教会を訪ねてきたとしても、教会に言葉だけではなく関わりを通してその人に福音を伝える人がいなければ、信仰は育まれないんです。かつて武田信玄が人は城、人は石垣と申しましたが、伝道もまた人です。イエス様に信頼して生きる信仰者によってなされる営みなんです。さらに家に入ったらとあります。町や村に行ってしつこく説得するというよりもですね、むしろ彼らの証を聞きたいと言って受け入れてくれる家を探すのです。当時は旅人を家に招いてもてなす習慣があったそうです。彼らに興味を持ち、家に招いて話を聞く人をその町で探すようイエス様は指示されたのです。マタイによる福音書の同じこの並行記事10章にはですね、誰がふさわしいかを探せというような指示もされています。まあ、そのようにですね、彼らのメッセージに耳を傾け受け入れてくれる人を探すということがイエス様の指示だったようなんですね。これもですね、私が牧会実習、伝道実習で聞いた、教えられたことなんですが、訪問伝道の鬼と呼ばれる方に育てられた先生から、私は訪問伝道指導の指導を受けました。その先生曰く、変に粘って説得するのではなく、心に働いておられる神様に応じる人を探すのだということなんだそうです。ある時、訪問伝道の鬼と呼ばれる先生と、私を教えてくれた先生とが一緒に訪問伝道に行かれたそうです。私の教えてくれた先生がまだその時学生でですね、ある家をノックして、その主が出てきて、その人に一生懸命話をしたそうなんです。話をしている間に、なんか後ろが寂しいなと思ってふっと振り返ったら、もう一緒についてた先生がいないんだそうです。えっと思ってよく見るとですね、止めてあった車に座ってたんだそうです。えなんでと思いながらですね、その場の話をまとめて、トラクト渡してすぐに戻ってきて、車に入って、なんで先生戻ったんですかと聞きましたら、こう言ったそうです。あなたはあの人が完全に拒否していることが分かりませんでしたかと言ったそうです。自分が言わなきゃいけないことで頭がいっぱいでですね、
その人の気持ちを全く察することができてきていなかったというんですね。しかし先生はこうも言ったそうです。この町にもきっと神様を求めていて、心の中にすでに働いておられる聖霊の働きに応じる人がいるはずですから、諦めずどんどん回りましょう。そう励ましてくれたそうです。イエス様も彼らを受け入れる人を探して、その人のところに入れてもらったら、受け入れてくれた人のところにとどまり、忍耐強くその人の信仰を育むよう指示なさいました。でも逆にですね、もし拒否されたならば、迎えられず、あなたたちの話を聞きもしないところだったら、そのケースもですね、についてもアドバイスしています。その場合はですね、抗議の印として足の塵を払うようにと指示なさいました。足の塵を払うというのはですね、ユダヤ人たちがやっていた習慣でもあったそうです。異邦人の地域からユダヤ人の地域に戻ってくるとき、異邦人の影響が入らないようにすることの象徴として、当時のユダヤ人はですね、戻るとき、ユダヤの地に戻るとき、足の塵を落として入ったんだそうです。ですので、拒んだ地を出るとき、その塵を足から払い落とすという象徴的な行為は、悔い改めないあなたたちの責任は、拒んだあなたたちにあることを象徴的に意味しています。もう一遍考えてください。そんなですね、抗議の思いが込められた行為なんだそうです。一人一人に神様が選択する意思をお与えになっている以上、伝道の働きにおいて拒まれることはあります。むしろ拒まれることの方が多いかもしれません。できるだけ私たちはその人が心を開いて聞いてくれるよう配慮はいたします。それは大切なことです。しかし私たちだけでなく、聖霊によって共におられる主もその人の心の中で働いていてくださいます。なので私が説得して何とかというのは、ある意味自分ができるかのような傲慢な態度かもしれません。伝道は働いていてくださる主に用いられる働きです。先ほども申し上げましたが、共に働かれる主に全的に信頼して、私がなせる分を担うのです。そして最終的にその人が受け入れるか否かは、その人の意思に委ねられています。それも忘れないようにしたいと思うのです。このようにですね、イエス様から指示を受けて、彼らは出て行って悔い改めを述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、大勢の病に病人に油を塗って癒したとあります。先ほど読んでいただいたところです。これはイエス様がこれまでなさってきたことです。イエス様が語られたことは、悔い改めよ、神の国は近づいたというメッセージでした。心をイエス様に向けて、この方によって神様のご支配がすでに新たに始まっていること、その招きに応えるよう弟子たちも訴えました。そして神様のご支配をもたらすために悪霊を追い出し、病人を癒しました。面白いことにですね、彼は油を塗って癒したとあります。これイエス様はなさってません。油を塗ってっていうのはですね、油は聖霊の象徴、あるいは祈りをも象徴するとも言われています。いずれもですね、彼ら自身の力で癒すのではなく、祈り求めて神様によってそれが成し遂げられていることを
表しています。このように伝道は神様の働きへの参加です。弟子たちはこの時点で未だ未熟でした。先ほどお話しましたけれども、マルコによる福音書を読み進めていきますと、幾度となく彼らの失敗や理解の遅さ、不信仰さが描かれています。まだまだ未熟だったんです。しかも郷里で拒まれた後、ヘロデによるバプテスマのヨハネの処刑の逸話の前にこの派遣の物語が置かれています。まさに悪い時です。そのような状況に彼らはまだ未熟であったにもかかわらず送られました。それは厳しい状況の中で伝道することを通して、彼ら自身の力ではなく、むしろ彼らの弱さを自覚し、自分たちの力ではなくイエス様に頼ることによって伝道は成し遂げられるということを体験的に知るためだったのです。ホワイト夫人の各自の希望にこのような言葉があります。神は罪人を救うのに我々の助けがなくても目的を達成することがおできになったのである。だが我々がキリストのような品性を発達させるためには、キリストの働きに預からねばならない。キリストの喜び、すなわちキリストの犠牲によって贖われた魂を見る喜びに入るためには、我々は彼らを贖うキリストの働きに預からねばならない。伝道はそれを受けてイエスに出会う、そして救われる人々のためだけではなく、私たちがキリストの品性を発達させるために必要な経験なのです。皆さん、イエス様は皆さんをそれぞれあなただから出会える方へ派遣しようとしておられます。弟子たちを送ったように、私たちをもイエス様は派遣しようとしておられます。十二弟子とありますけれども、弟子たちの個人名が書いていませんね。私も一人一人イエス様の弟子です。ここに著者であるマルコも含まれますし、私たちも含まれています。私はまだ未熟だから、いや時が悪いから、そう思いたくなりますが、しかし安心してください。主イエスが共にいて私たちを用いてくださるのです。そしてあなたも私もキリストの喜び、贖われた魂を見る喜びを味わい、キリストの品性へと成長させていただくのです。伝道においてまたすぐに結果が見えないことがあります。それがまた私たちの意欲をくじいてしまいます。しかしその後、イエス様を拒んだイエス様の兄弟の中に、イエス様を救い主として信じてクリスチャンになった人物たちがおります。例えばヤコブです。彼は初代教会の重要なリーダーの一人となりました。主の兄弟ヤコブという呼び名で知られています。ガラテヤ書1章の中にパウロがこのヤコブと出会ったことが記録されています。ヨセは言い伝えによると、後にエルサレムの教会の司祭監督になったと言われています。そしてユダは新約聖書の終わりの方にあるユダの手紙を書きました。郷里での伝道がその時は実らなかったように思われましたが、イエス様のと最も近かった兄弟たちがその後イエス様を救い主として受け入れ、初代教会の重要な働きを担うものとなっていったのです。状況の厳しさ、また自分の未熟さに目をやるとためらってしまいますが、しかし伝道は何度も申し上げますが、主の働きへの参加です。それはまた私たちも共に福音に預かり、贖われた魂への
イエス様の喜びを共に味わう成長の機会でもあります。足りないところのある私たちですが、主がおいでようならば、どうか私たちを用いてくださいますように。よきすおすすめを感謝いたします。閉会賛美歌225番1節、どうぞご起立ください。お祈りいたしましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、私たちは自分自身を見るならば、伝道に携わるにはふさわしいと思えないものであります。しかしあなたはまだ未熟だった弟子たちを厳しい状況の中に送られ、力を与え、主に信頼して伝道に携わることを体験を通して教えてくださいました。またそのことを通しても彼らをお育てくださいました。どうか私たちをも、あなたが私を通して働こうとしておられる誰かにお送りくださり、お持ちください。そして共にあなたの恵みと救いの喜びに預かるものとしてくださいますように。その経験がまたあなたの品性を発達させるために大切な機会であります。主が私たちを忍耐強く育んでくださいますことを感謝し、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。